こんにちは。転売アカデミー堀秀夫です。今日は海外サイトですね。海外向けの英語サイト。これがベースというサービスがね、いいんじゃないかなと思って調べてたら、とんでもないことが判明しましたんで、そのご注意点シェアさせていただきます。まず結論から言うとですね、ベースは海外対応と書いてあるんですけど、全く海外に対応してません。致命的なのがですね、海外で作成したクレジットカードでは決済できないと。ね。海外に住んでる人が日本国内で作成されたクレジットカードを持ってる確率ってのは非常に低いです。これね、日本人向けのサイトっていうことですよね。何も、日本のクレジットカードを持ってるってことは大抵日本人なんで、英語で表示する必要がないと。英語で表示したりね、ユーロだの、US ドル、オーストラリアドル、いろんなクローネとかね、そういういろんな通貨で、表示するなら、その国の、クレジットカードが使えないと意味がないと。今後を見越して、先に作ったものをね、先走りして公開してるのか、何かわかりませんけど、いずれにしても、海外対応というのがですね、非常に紛らわしいと。実質海外対応してません。でね、もう一個大変ショッキングな出来事があるんですけど、自国、ね、通貨表示可能なカード、日本国内限定の英語対応可能で、自国通貨表示可能なカードというのが正しいと。どういうことかというと、日本にいらっしゃるね、いろんな国の方が、日本のクレジットカードを持っていて、あるいはクレジットカードを持ってないけどね、コンビニで支払いをして買い物をすると。日本に住んでいて、で、日本語がわからない。で、日本語のインターネットができない。周りに、日本の、自分の欲しいものを売ってるお店がないと。そういうかなりね、限られた、条件の人を対象にして作るというサイトになります。あまり意味ないですね。で、さらに驚くべき、ことがですね、私は今オーストラリアに住んでますけど、オーストラリアからアクセスすると、自分の作ったサイトをね、アクセスしてみたら、403エラーで見えません。これね、サーバーが海外からのアクセスを、カットしてると、遮断してるわけですね。海外からのアクセスを見れなくして、設定してあって海外対応っていうのは、どういうことという気がするんですけど、そういう形の、サービスになってます。でね、無料で独自ドメインも使えて、決済システムも持ってて、非常にね、いいサービスだなと思ったんですけど、その今回のね、この海外対応の提供部分を見てると、大丈夫かいなという気がします。ね。なかなかいいサイトだなと思いましたけど、ちょっともう少し様子を見てみないと何とも言えないと。ね。やっぱり引き続き、今までお勧めしていた、お茶の子ネットで作るとかね。あるいは、もう、お茶の子ネットとかだと、費用がもったいないよと。ね、別にどうせ決済システムいらんし、商品たくさん載せるわけじゃないと。言うんであれば、Facebook なり、WordPress でショップを作ると。いう方向で行った方がいいのかなと思いました。何しろ、独自ドメインが無料で使える、決済システムもついてると、英語対応も無料、すごいいいサイトだなと思った、ベースに思わぬ落とし穴というかですね、そもそも対応してないじゃん、海外というね、のがありましたんで、シェアさせていただきます。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。